はい、どうも皆さん、バクレーです。ボーダーラン3やっていきましょう。で、今回の動画はですね、明日から開催されるイベントのご紹介をさせてもらおうと思います。で、何が始まるかっていうと、レア獣狩りっていうイベントが始まります。開催期間の方はまた字幕の方で載せてるかと思うんですけど、どういうイベントかっていうと、レアエネミーたちが 100%、今から紹介するやつ限定なんですかね、が、出現するっていうイベントでございます。で、また前回同様ね、その中から、この子たちはレジェンダリーグレネードモッドとか、アーティファクトとかが落ちやすいっていうふうには表記されてるんですけど、前回のことがあるのであまりここら辺は信用しておりません。やってみないとわからないんですけどね。なのでポイントとしては 100% 出現するっていうところがいいポイントなんじゃないかと思っております。リアエネミー自体が 100% 毎回出るわけではないので、それが 100% 出るっていうのはかなりいいことなんじゃないかと思います。で、今から、ざっくりバーッと紹介していくんですけど、一応、大雑把にですけど出現ポイントも紹介しながらやっていきたいかと思います。はい、まず一人目ですね、ラックマンっていうモンスター、ナイトフライヤーっていうピストルを落とします。カーニボラ、このバカ広いところのここですね、この出っ張り部分のところに出現するので、ラックマン借りたい人はここに行ってください。次行きましょう。はい、次ですね、エルドラゴンジュニア、アンリーシュザドラゴンっていうアーティファクトを落とします。出現場所ジェイコブス邸のここです。よいしょ、ここですね。このエリディアン文字がある近くに出現するので、ここに行ってみてください。全体引いたらこんな感じか。これの方がいいかな。ここに出現します。次行きましょう。で、次はですね、ロードドック、レッドラインですね、ショットガンを落とします。マップはスプリンターランドの真ん中ら辺のここら辺ですね。に出現するので、これが欲しい方はここに行ってみてください。スプリンターランドの真ん中ら辺のここです。次行きましょう。次はですね、インドタイラントっていうやつですね。ランダムのカスタマイズアイテム。カスタマイズアイテムが出るらしいです。場所はフラットモアベースのここですね。ここら辺でございます。はい、次行きましょう。はい、次はですね、フォーストルーパーっていう、敵なんですけど、ランダムのレジェンダリークラスモッド出たよ。あまり信用ならないパターンのやつですね。アトラス社本部のここです。ここに出ます。引いた図やったらここですね。よいしょ、こんな感じかな。ここら辺から出るんですけど、一つポイントがありまして、こいつは近くまで行っても、この黒い部分から上から飛び降りてくる形で出現するんですけど、たまにね、ここら辺まで走ってきてるのに無視される時があるので、上見上げてみてください。ここら辺まで来たらこの黒い方に、いるんで、ここら辺見てもらったらわかるかと思います。次行きましょう。はい、では次はデモスキャッコンっていう敵ですね。ランダリーのレジェンダリーシールド、これ気になりますね。シールドはドラウツのここです。ここ今ちょっとね、全部のマップ行ってないから紫ポイントつけれないんですが、ここです。ちょっと分かりづらいですね。ここです。この、アップするとこんな感じのところですね。で、引くとこんな感じ。ここにデモス脚本が出ます。で、この子は、2体出てくるんですけど、これもさっき言ったフォーストルーパーみたいな感じで上から飛び降りてくる形で出現します。ただ、こいつが出てくるまでに雑魚敵倒しとったら出てきたり、いきなり追ったり、する感じなので、とりあえずうろちょろしてみてください。いきなり追ったりおらんかったりするので。次はですね、アンストップパブルっていう敵ですね。バンドオブシトラックっていうレジェンダリーシールドを落とします。場所はアンバーマイヤーですね、のここ、自販機のすぐそこですね。ここに出ます。こんな感じ、ここですね、現在地が。はい、次行きましょう。はい、次ですね、サンタ&スロースっていう敵です。イッツピスっていう、グレネードモッドを落とします。場所はコンラッドホールドのここです。この広場のところですね。ただこいつもね、なんか時間差で雑魚敵出現後ちょっと待ってから出てくるらしいので、すぐには出てこないみたいです。サンタ&スロースです。次行きましょう。はい、次ですね、マキシトリリオンっていうキャラクター、ホライゾンという、レジェンダリーショットガンを落とします。場所はボレイシャスキャノビーの、
全体図こんなんですね。ジェネビーっていう名前踊るかなのボスがおるところの船の中ですのここに出ます。引くとこんな感じ、船がこうあって、でその中のアップしていくとここですね、自販機のすぐそこなのかな、うん、この部屋に出ます。はい、次行きましょう。はい、次ですね、ボーマンネイツっていうキャラクター、サイコスターバーっていうレジェンダリーピストルを落とします。メリディアン郊外のここですね、ここエレベーターで上がってくるところがここら辺にあって、でそこから登ってきてこういくとここら辺に出現いたします。次行きましょう。次はプリンセスタランテラ2世、ハイブを落とすやつですね、ロケットランチャーでございます。スプリンターランドに来てもらって、でここですね、ここら辺に出現します。ここら辺、ここ、うん、でこれのおすすめポイントは、まあ、もちろんモズですね、モズの爆発ビルドとか組んだら、このハイブっていうロケットランチャーはもっと面白くなるんじゃないかなと思います。次行きましょう。次はですね、グロガンのセイボっていうキャラクターなんですけど、本来の名前はもっと長いです。グロガンのセイボの前になんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらみたいな感じで名前はあるんですけど、長すぎるのでグロガンのセイボ、ランダムなレジェンダリーアーティファクトを落とすみたいですね。ここです。アンビルっていう場所に飛んでもらって、で、ここですね、この出っ張りのところに、出現いたします。ただこいつの場合、グロガンのセイボっていうキャラクターの他に、ドラゴンみたいな敵が3体同時に出てきます。うん、なんやけど、まあこいつら雑魚敵扱いだと思うので、グロガンのセイボさえ倒せばいいかと思います。次行きましょう。はい、次はレッドジャバーですね。ランダムなレジェンダリーグレネードモッドを落とします。らしいです。信用できんですね。でアンバーマイヤーのここですね、ここら辺アップするとこんな感じ、ここ裏に出てくるので、買ってみてください。で次が最後ですかね。はい、最後ですね、ウリストマックエンフォーサー、前回の動画で紹介させてもらったクロスボウを、落とすキャラクターでございます。レクトラシティに飛んでもらって、でこれちょっと分かりづらいのでちょっと説明しますね。ここまで一回来てもらって、こんな感じで今、ここですねにいるんですけど、アップしていきましょう。こっから地下に降りて、で地下に行くと、まあこんな感じになってるんですけど、このまま道沿いにズズズイーと行ってもらって、道なりに走っていきます。そうするとここにこうやってくぼみがあるので、ここに出現します。この敵は地下を走ってきてもらって、でこのマップ上にくぼみがあるところに、クロスボウを落とすエンフォーサーが出現いたします。これで、全モンスターですね、イベントの表記されているものは。で、この中で気になるやつなんですけど、何回も言うようなんですけど、前回のことがあるので、レジェンダリークラスモッドなどはまだ、プレイしてみないとわからないっていう感じなんですけど、信用できるのかなっていう感じですね。うん、で、この中で固有武器が載ってないモンスターいるじゃないですか。これは個人的な予測になるんですけど、レジェンダリークラスモッドとかアーティファクトとかが落ちやすくなってるよって書いてる子たちは、おそらく固有武器がないんじゃないかなって思ってます。結構ね、この子たち周回したんですよ、固有武器書いてないやつなんですけど、一回も落としたことがないので、おそらく固有武器はないからこういう設定にされてるんじゃないかと思います。で、その中でも、まあ、もし本当に出現率がアップしているんだったら、クラスモッドだとかアーティファクトだとかっていうモンスターを周回するのがいいんではないかと思うんですけど、どうでしょうね、プレイしてみてからですね、まあ、期待してやってみましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた気が向いたら来てみてください。それではお疲れ様です。